はい、どうも、ちかでーす。はい、というわけで今回は、プロスピパークの累計にあったベストラインタイトルホルダー第3弾の契約書開封やっていきたいと思います。はい、というわけでね、今絶賛開催中のベストラインタイトルホルダー第3弾ですが、阪神からはね、近本選手が選ばれてます。で、阪神はね、他特にね、もう第3弾にはいないんで、近本選手一点狙いで契約書開封やっていきたいと思います。さあ、というわけで開封していきましょう。お願いしますと。さあ、というわけで、ね、近本選手に関しては、3700のね、まあ、片へ行けるやつをスピ解放してね、リアタイで使ってるんですが、まあ、リーグ用にね、スピ最新のやつも欲しいんで、ここでね、近本選手当たってくれたら嬉しいなと思います。というわけで、調子くんが打って、画面が割れて、近本さんが来ます。よっと、とこさん、一個よこう。もしよければ、皆さんの累計結果、コメント欄で教えていただければなと思います。ご視聴、ありがとうございました。